はい。そして最後にね、これの使い方だけ喋って終わりにしますかね。はい。じゃあそもそもですね、このシュラッターズって、どういうタイミングの時に使うんですかっていうと、はい、どうでしょうか。141回のね、二所募金二級の第4問の解説、聞いた方ですね。そちらの方とちょっと比較してくださいね。あっちの方はこれなかったんですよ。出さなかったんですよ。でも、差は出ましたね。ね。はい。つまり、最後ですね。つまり、これ製造関数の際ね。この48600円です、今回は。この債を予算債と創業の際に分けなさいという時なんですよ。ね。二つに分けなさいという指示があった時に、これを作るんですよ。ね。このシュラッターズってやつを作るんですよ。なぜならば、シュラッターズを作ることによって予算債と創業の際に分けることができるからです。OK ですかね。はい。ここもね、結構ね、わかんなくて暗記しちゃってる方多いんですよ。ね。うん。これ、いつ使うんだと、これは、と。ね。うん。なんか覚えたのはいいんだけど、ね。よくわかんないけど、とりあえずやり方は覚えたのはいいんだけど、どのタイミングでどういった時に使うんですかっていうのは結構わかんない人多いんですよね。うん。したがってね、これはしっかりと押さえてくださいね。うん。あくまでね、予算債と創業債に分けなさいという時しか使えませんからね。この図はね。うん。あとはね、別に全くこんなの使わないんで、この勘定連絡図だけで十分対応できちゃうんですよ。ね。はい。ということでね、それが最後にね、ちょっとお伝えしたいなと思ったところでした。はい。よろしいでしょうか。ね。これが138回の二所募金二級の第4問の、類題と、解説と、ね、いうお話でした。